導流帯導流帯交差点に設けられた、導流帯クリップ、道路標識、区画線及び道路表示に関する命令での、0時導流帯は、車両の安全かつ円滑な走行を誘導する、必要がある場所を表示する道路の区画線で、道路表示である。道路法令の一つである道路標識、区画線及び道路表示に関する命令において、定められており、白のゼブラ表示で表される。 通称、ゼブラゾーン。導流体は、車両の安全かつ円滑な走行を誘導する、必要がある場所で、次のいずれかに該当する道路に設置される、国家公安委員会告示である、交通の方法に関する教則では、車の通行を安全で円滑に誘導するため、車が通らないようにしている道路の部分であることと、説明されている。車が通行しないよう誘導する際に設置される、 区画線、道路表示であるが、道路交通法等の道路法令では、導流帯に入ること自体は禁止されておらず、罰則もない。一方で、付近において事故が発生した際に、導流帯を通行していた場合、通行していなかった場合と比べて、過失割合が一定程度上乗せされる場合がある。なお、導流帯に類似したものに、白の車線のゼブラ表示を、木の沿線で囲んだ。 立ち入り禁止部分の規制表示がある。この表示は、道路交通法第17条第6項で定められた、車両の通行のように強しない部分であることを表示するもので、立ち入りが禁止され、違反に対する罰則も定められている。2019年、走行車線脇のゼブラゾーンに、保冷車を停車させていたことで、死亡事故を誘発。その後、現場を離れた運転手が、 自動車運転処罰法違反と道路交通法違反の容疑で逮捕された例がある。ありがとうございます。